UEFA チャンピオンズリーグ2018から19は64回目のヨーロッパクラブ王者を決める大会である。UEFA チャンピオンズリーグとしては27回目である。今大会から出場枠が大きく変更された。UEFA ランキング4位の国の出場枠が3から4に増加。予選なしで出場できるチームが22チームから26チームに拡大され。 ランキング上位4カ国の4クラブはいずれも予選なしで出場できるようになった。また、前年度ヨーロッパリーグ優勝クラブも予選なしで出場に変更。決勝戦はスペイン・マドリードのエスタディオ・メトロポリターノで開催された。決勝トーナメントから UEFA チャンピオンズリーグ史上初めてビデオアシスタントレフェリーが使用された。55カ国の UEFA メンバー団体の ウチリヒテンシュタインを除く54カ国、81チームが2018から19の UEFA チャンピオンズリーグに参加する。UEFA ランキングに基づき各国の出場チーム数が決まる。各サッカー協会の UEFA チャンピオンズリーグ2018から19、出場枠は2012から13シーズンから2016から17。 シーズンまでの過去5シーズンに実施された UEFA チャンピオンズリーグ及び UEFA ヨーロッパリーグの獲得ポイントを対象とした UEFA ランキング2017によって決定された。国内リーグを持たないリヒテンシュタインは例枠となる。また、2016年5月3日に開催された UEFA 総会においてコソボサッカー連盟の加盟が承認され、 UEFA ライセンスを満たすクラブがある場合、出場枠は1となる。出場権の配分は以下の通り。フランス、リーグアンで2位となったモナコは、UEFA 加盟国でないモナコに所在するクラブだが、フランスのクラブとして、チャンピオンズリーグに出場する。アルバニア、カテゴリアスペリオレ2017から18で1位となったスカンデルベウコルチャが、八オチにより UEFA。 主催大会参加禁止処分を受け、さらにスポーツ仲裁裁判所もスカンデルベウの訴えを棄却したため、久計氏は UEFA チャンピオンズリーグ2018から19予選1回戦からの出場に変更となった。日程は以下の通り、予備予選の組み合わせ抽選会は2018年6月12日に行われた。準決勝は2018年6月26日に 行われ、決勝は同年6月29日に行われた。1回戦、2回戦の組み合わせ抽選会は2018年6月19日に行われた。第1戦は2018年7月10日11日に、また、第2戦は同年7月17日18日に行われた。第一戦は2017年7月24日25日に、また、第二戦は 同年7月31日8月1日に行われた。3回戦の組み合わせ抽選会は2018年7月23日に行われた。第1戦は2018年8月7日4日に行われる。また、第2戦は同年8月14日に行われた。プレーオフの組み合わせ抽選会は2018年8月6日に行われた。 1> 第1戦は2018年8月21日22日に、また、第2戦は同年8月28日29日に行われる。インテル・ユベントス・ナポリ・ローマトッテナム・マンチェスター、リバプール・シャフタール・アヤックス・ PSVX、バイビー・マドリード・バルセロナ・ナバレンシア・レッド・スター・ビクトリア、バイエルンドルト・ホフェンハイム・シャルケ・ガラタ・サライリ・リオン・モナコ。 PSG ブルフヘポルトベンフィカモスクワマドリードアトレティコメドリードレアルマドリードマンチェスターマンチェスター C マンチェスター U モスクワチェスカモスクワロコモティフモスクワグループステージ出場チームグループ A グループ B グループ C グループ D グループ E グループ K グループ G グループ H グループステージの組み合わせ抽選会は2018年8月30日にモナコで行われた 32チームが4チームずつ8グループに振り分けられるが同じ協会から複数のチームが参加した場合は同じグループにはならない。また、ロシアとウクライナのチームが同一グループに入ることも排除される。今シーズンは前シーズン優勝チームと前シーズンのヨーロッパリーグ優勝チームと UEFA カントリーランキングの上位6カ国の優勝チームをポット1に 残りのチームを UEFA クラブ係数に基づいてポット2から4に振り分けられた。今シーズンは2018年のカントリーランキングに基づきスペイン、イングランド、ドイツ、イタリア、フランス、ロシアの優勝チームがポット1に入る。それ以外のチームは2017年の UEFA クラブ係数によって3ポットに振り分けられる。各グループの4チームは ホームアウェイへの二回戦争当たり戦を実施する。試合は、第一節が九月十八点一九日、第二節が十月二点三日、第三節が十10月2 3 2四日、第四節が十一月六点七日、第五節が十一月二十七点二八日、第六節が十二月1 1 1二日に実施される。各グループ一位と二位の合計十六チームは、 決勝トーナメントに進出し、各グループ3位の8チームは UEFA ヨーロッパリーグ2018から19の決勝トーナメントに回る。グループステージ初出場は1899、ホッフェンハイム、レッドスターベオグラード、ヤングボーイズの3チームである。また出場チームのユースチームは今大会のグループステージと同じグループで UEFA ユースリーグ2018から19に、 参加する。ポット分けは以下の通りとなった。THUEFA チャンピオンズリーグ2017から18、優勝 LUEFA ヨーロッパリーグ2017から18、優勝 CR プレイオフ勝者 LR プレイオフ勝者、組み合わせ抽選会は2018年12月17日に行われた。第一戦は2019年2月12日13日19日20日。 第2戦は3月5日6日12日13日に開催された。組み合わせ抽選会は2019年3月15日に行われた。第1戦は2019年4月9日10日、第2戦は4月16日17日に開催された。マンチェスターでの同日、連日開催を避けるため、組み合わせ抽選会後に、第1戦、第2戦の日程が入れ替えられた。4 1> 16 1からに組み合わせ抽選会は2019年3月15日に行われた。第1戦は2019年4月30日5月1日。第2戦は5月7日8日に開催された。チーム1 v チーム2予選とプレイオフの記録は除外する。出展、ありがとうございます。